ちら市内1エリアすごいね、広いですね。テント張れるエリアがね、綺麗な感じですね、芝生がね。トイレはちょっと簡易トイレで残念ですけれども、広い芝生エリアっていう感じで雰囲気はなかなかいいですね。ただでも湖までちょっと距離があるんで、綺麗に湖が見えるっていう感じのテントはの張り方できないかもしれないですね。この辺りだったらもうテント張ればね、目の前は湖っていう感じなんですけども、ちょっとこの辺りは釣り人がねかなり通ると思うんで、昼間はちょっとあれですね、夕方でも行ってるか、夜ね焚き火とかする分にはいいでしょうけどね。これもちょっとややこしくてね、市内1と2は OK で3は×なんですけども、津田営の方はね1は OK、 2は×で3が丸というね、ちょっとややこしいですけどもね、まあ、行ってみましょうか。こちらが市内1と、あ、でもここから見た雰囲気は市内1はなかなかね、キャンプ場としてはテント張るにはねすごい雰囲気ですけどもね、まあ、この辺にテントあっても琵琶湖はね眺めながらキャンプできそうですね、あの辺はね。さあもうパーキング、こちらが市の2でしょうか。この辺りもねタープ張ってますね。あ、駐車場こちらですね。この看板が出てから100メートルですぐにね駐車場なんで、こう通り過ぎないようにねお気をつけくださいということで。さあこちらが、あ、こちらも結構テント張ってますね。あ、こちら大型のトラックも止まれるスペースになってますね。そしてすぐにねこの東屋とテーブルがありますね。あ、こちらにも、この辺だったら車止めてねすぐに真横テント張れていいですね。こんな感じでね、この辺りも距離的にはいいですね。こちら側もなかなか、あ、ここの車止めてねテント張るにはここもなかなか良さそうですね、エリアとしてはね。そしてトイレも、あ、自販機アイスクリームまで売ってます。ここすごいですね、ここはいいですね。トイレもねお水があるようですね。そしてアイスクリームと、これ何のエリアになるんでしょうかね。ここは市内1って書いてますね。ここ、こちらのねお手洗い、あ、故障中になってますね。それはちょっといただけないですね。しかしここ市内1公園って書いてますね。ここも市内1のようですね、先ほどの続きで。まあ、たくさんあるんでね、市内1なかなか広かったですね、エリア的には。こちらここもまだ市内1っていうことは、あ、すぐもう出てすぐここにパーキングのマークがありますよ。こちらが市内2でしょうかね。あれ、これ今何か工事中でしょうかね。工事中の、休憩されてるんでしょうか。あ、ちょっと路面が出来たてほやほやっぽいんでやめておきましょうか。こちらはおそらくね市内2ですね。そこにね東屋なんかもあるし、あ、こちらは簡易トイレのようですね。あれ、でもこれ市内1来たって書いてますね。駐車場、市内1のね駐車場はたくさんあるようですね。ちょっとね分かりにくいっちゃややこしいっちゃややこしいですけどもね、まあ、この辺りは市内1来たなんで OK ということですね。キャンプバーベキューもね、ゴルフは禁止って書いてますね。まあ、あの大体似たような雰囲気、湖畔の芝生エリアなんですけどもね、お好みの場所をね、お気に入りの場所を見つけるといいかもしれませんね。今ね、市内2って書いてましたね。この辺りがね、市内2のエリアですね。お、何ですかこの建物、ちょっと入りますか。市内2のトイレって書いて、あ、トイレですかこれ。なんか建物がちょっと先ほどまでと雰囲気違いますね。あ、自動販売機ありますね。こちらはお手洗いですね、やはり。東屋があっていいですね、こちら。なかなか、あ、自転車のね若者がたくさんいますね。こちら日陰もできますよ。さあこちらがね市内2というエリアですね。すごいトイレおしゃれな雰囲気でね、こうベンチもありまして、駐車場、ここのね駐車場止めてすぐ目の前にねテント張ればすごい近くでね、もう琵琶湖を眺めながらっていう感じなんですけども、まあやはり昼間ね釣り人が、昼間だけじゃなくて夜もね夜釣りで来られたら結構そういうのは気になるかもしれないですね。
やはりテントを張るならね、この辺り木の下とかこの広いスペースに張った方が釣り人は気にせずに済むかもしれないですね。意外とここね、平日でもね、このように交通量がね結構あるんですよね。なので駐車場をね見つける際もね、お気をつけくださいね。これ、あ、通り過ぎた、失敗したと思ってね、急に止まろうとしたり曲がろうとしたりしたらね、事故を起こす可能性もあるんでね、ゆっくりとね、ゆっくりしたスピードで走って、ちゃんと看板を見落とさないようにねした方がいいですね。これは、あ、右シナ3って書いて駐車場ありますけど、シナ3の方はねダメなんですよね、バーベキュー。だ、この右手のこっちの方はねトイレありますけど、ここはテント張っちゃダメですね。こっちの湖側ですね、テント張ってバーベキューしていいのは。さあ、今のが右手がシナ3ということで、なかなかちょっと新手の技でしたね。シナ3、あ、ここパーキングエリアですね。ここ津田江1南と書いてますね。ほんとすぐ隣の距離なんですけどもね、ここはバーベキュー、キャンプ OK エリアですね。さあ、同じように釣り人がたくさんいまして、駐車場、あ、こちらはこのような感じの駐車場ですね。そしてこちらはトイレは簡易トイレだけのようですね。水はなさそうですね、まあ、ないですね、水はね。さあ、こちらがね津田江エリア1ですね。簡易トイレ水なしっていう感じで、ここはキャンプ可能エリアなんですけども、駐車場がね北と南って2つあるようですね。津田江、これが南でしょうかね。津田江1の北と南と、そういう感じで駐車場があるようなんですけども、そして津田江のね2っていうところはバーベキューやっちゃダメ、深いエリアなんですよね。あ、この辺りもテント張れるスペースありますね。たくさんテント張ってらっしゃいますね。なかなかねたくさんあって、まあいいんですけどもね、たくさんあるのはね、選択肢がたくさんありすぎて、どこにテント張ろうか迷っちゃいますよね、初めての人はね。まあ、これもいいですね。そして P、 パーキングのマークがありまして、すぐですね、マークがあったらすぐ駐車場なんで、お気をつけくださいよ。さあ、こちらの駐車場はどのエリアになるんでしょうか。書いてませんか。津田へ先ほど1だったんで、北になるのか、ひょっとしたら2になるのか、書いてませんね。こちらは簡易トイレのようですね。あ、書いてますね、津田へ1北って書いてますね。やはりこちらがね津田への1、先ほどが南で今回が北エリアということですね。ここもキャンプ可能エリアということですね。しかしトイレは簡易トイレで、水はね手は洗えませんね。さあ、こちらが津田江1北なんで、その隣は津田江2になるんですけれどもね、津田江2の方はバーベキューは禁止エリアということで、おそらくテントも張ってないとは思うんですけどもね。ああ、どうなんでしょうか、この辺りでしょうか。この辺りちょっと鬱蒼とジャングルになってまして、とてもテント張れるような雰囲気ではないですけどもね。すぐ隣なんで、おそらくもうこの辺り、そして津田江の3っていう方がねキャンプ可能エリアなんですけども、パーキングのマークがもう見えてきましたね。さあ、こちらがおそらく津田江2か3かどちらでしょうか。津田江3ですね、やはりこちらが津田江3ということで、2は先ほどのうっそうとしたジャングルエリアですね。草が刈られてないっていう、そういう状況でしょうね、おそらく。こちらがキャンプ可能エリアの津田江3。津田江さんってなんか、あの人の名前を呼んでるようですけどもね。ちょっと駐車場、あ、これどうなんでしょうかね。車をここに止めて、この後ろにテント張るなんてことも可能っちゃ可能ですけれどもね。ただすぐ道路で人も自転車も通るので、まあ、どうかとは思いますけども、可能といえば可能な、ダメなんでしょうかね、駐車場の後ろは。まあ、こっち側だったら間違いなくね OK でしょうね。あ、こちらのエリア遊歩道のようになってましてね、東屋がいい感じでありますね。これね、そこの東屋なかなかいいですよ。この東屋はね綺麗な感じで雨しのげますね。ここもなかなか雨の日なんか、旅人はね雨の日、ここのね津田江3、ここはいいですよ。自転車やバイク止めてね、ちょっと荷物運べば屋根付きのところでね、あそこテント張っちゃダメか、その奥のこの芝生エリアにテント張ったら行きますね。しかしね、ここ残念ながら津田江さんもね、これここにも書いてますけども、バーベキュー可能ですけども、トイレがないですね。駐車場はありますけどもね、トイレが見当たらないなと思ったらね、このホームページの方にもトイレの表示丸になってないんで、トイレがないエリアということで、残念エリアですね。ちょっとね、キャンプ可能なんですけども。
トイレの時だけね、隣の駐車場まで行けばなんとかね、ここでテント過ごせますけどもね。まあそれも面倒っちゃ面倒ですけども、隣もすぐ近いっちゃ近いんでね、まあ歩いていける距離ではあるんですけどもね。次はね、赤の井っていうエリアですね。赤の井1、赤の井2、赤の井3ですね。で、赤の井2だけがね、キャンプダメみたいですね。赤の井3の方はね、北と南と駐車場が2つあるようですね。赤の井エリア見てみましょうか。いやー、しかしこうやって見るとね、琵琶湖、キャンプ、バーベキュー可能エリアがね、すごいたくさんありますね。全部無料ですからね。まあ、琵琶湖沿いにはね、有料の綺麗なキャンプ場あるんですけどもね、もう十分ですよね、この辺の無料のキャンプ場エリアでね。さあ、このね、津田江さんのエリア、トイレはないですけども、屋根付きの東屋があった、こちらをね、抜けますと、道の駅草津って書いてますね。信号右折。道の駅草津がありますね。そして、こちら大きな駐車場がありますけども、これは違いますね。これは関係ない。別の駐車場のようですね。さあ、ここからぐぐぐいっとね、進みますと、次は赤の井エリアなんですけども、ちょっとまだ距離がありますね。ここですね。道の駅草津。ここ来たことありますね。あの、バーグマンのオフ会ツーリングの時来ましたね。この道路沿いですね。すぐ近くですよ。さあ、パーキングのマークがね、見えました。赤の井1っていう風に書いてましたね。こちらです。こちらのパーキング、赤の井1。そういったエリア、この辺、あ、木陰だけどちょっと下がうっそうとしてる感じでしょうか。あ、ここは見覚えがありますね。僕がバーグマンに来て、急にね、夕立に見舞われて、この辺りで、確か雨宿りした記憶が、こんな雰囲気出したような気がしますけどもね。さあ、駐車場、このような感じですね。こちら、赤の井1、キャンプ可能エリア。バーベキュー可能エリアですけども、あ、トイレは、あ、簡易トイレでしょうかね。釣り竿すごいいっぱいありますけども、簡易トイレと、プラスアルファっていう感じに見えますけどもね。トイレ故障中、使用できませんってなってますね。その手前に簡易トイレがあるんで、あ、書いてますね。故障中のようですね。あ、こちらがキャンプ可能、バーベキュー可能な赤の井1っていうエリアだったんですけれども、その隣の赤の井2っていうのはね、今度は打って変わってキャンプダメ、バーベキュー禁止エリアですね。そして2を飛ばして3が OK なんで、3の方に一旦見に行ってみましょうか。さあ、赤の井2っていうのはおそらくもうこの辺りが赤の井2だと思われるんですけどもね、キャンプ禁止エリアだと思うんですけどもね、赤の井3っていうのはどこでしょうか。あ、これですね、赤の井3、この先 100m 合ってますね。看板が見えたら即駐車場なんでお気をつけくださいよ。さあ、こちらがね、赤の井3のエリアですね。ちょっとこの辺りは草の手入れがされてないようなそんな雰囲気ですけども、ちょっと草が伸びきっておりますね。そしてこちらが駐車場ですね。ここも来た記憶がありますよ、 JSR で。さあ、こちらもトイレは簡易トイレのようですね。女性の方もね、あの、買い物に行くような雰囲気で釣りされてますね。滋賀県琵琶湖、さすがですね。まるでお買い物のついでに釣り竿みたいなね、お魚加えたサザエさん的な雰囲気ですけども、あの方ね、あ、振り向かれましたね。噂をしたのがバレたんでしょうかね。さあ、こちらが現在赤の井3なんですけど、次のエリアがね、木浜か小浜かどっちか読み方わかりませんけどもね、1、それはね、北と南のね、2つ駐車場があるようですね。木浜1は、バーベキュー OK、 木浜2の方はバーベキューダメっていうことですね。ということで、木浜1のね、北と南の駐車場があるみたいなんで、ちょっと行ってみましょうか。さあ、今のがね、赤の井3の南の駐車場で、そこにね、パーキングのマーク、赤の井3の北っていうのがね、この先 100m にあるようですね。さあ、こちらが赤の井3の北ですね、北駐車場。あ、これは僕がね、あそこの東屋でコーヒー飲んだ記憶がありますよ、 JSR で来てね。しかし、あ、こちらも簡易トイレですね。簡易トイレがあって、駐車場は比較的小さいこのエリアだけですね。しかし、そこね、ベンチがあって、屋根があってね、比較的近いんでね、コーヒー作って、こう、ラーツとかそういうのにはね、いいかもしれませんね。赤の井3の北側の駐車場ですね。さあ、赤の井3の次は、木浜か小浜か、どっ
どっちか読み方分かりませんけども、滋賀県民の方ご存知でしたら教えていただけるとね助かりますけども。あ、到着しました。こちら紀浜か小浜かの1南での駐車場ですね。もう全部ね同じ感じなんで、さらっとね探って